前は確か上流だったな。いや、ならさっさと警備に戻れ。怠慢が原因でしくじってみろ。どんなこれをやるかだ。キュッと飲んで気を引き締めろ。ああ、了解した。上流か。何か。いや大丈夫だ。そうか、我々の任務はいつどこでと常に万全な状態にしておけよ。ああ、了解した。おい、どこに行く気だお前。いや、ただ立って待ってるだけだったんでな。勝手に持ち場を離れるな。この一帯は俺が配置を割り振っている。従ってもらおう。分かった。ふん、やっぱあれだな、昔どんだけ偉かろうが年食うと惨めなもんだ。あの堂島の竜でもな、桐生一馬、東条会の元四代目会長。もう3年前か。あんたの死を偽装するとき、実は俺も一枚噛んでいてね。面倒な仕事だったよ。まだ礼を言われてないな。どうした？別に隠さなくていい。俺たちは今同じ組織にいるんだし、たかがヤクザ一人、生きてようが死んでようが実際誰も構えしない。それより俺は興味があるんだよ。伝説の極道っていうのが本当に強いのか。要は町一番の喧嘩屋さんだろう。例えば俺たちみたいな本物相手でもやり合えるのか。なるほどな。何がだ。持ち場に戻った方がいいのか、それとも喧嘩を買ってやりゃいいのか。俺はどっちでも構わねえ。よし、そう来ないとな。お前、相手がヤクザだからってあんまりいじめるな。少しは手加減してやれ。伝説の竜がそんな弱いわけないだろう。もしそうならこいつこの先どんな顔して生きていけばいい。ああ、本当にそうだな。よーし、いいな。じゃあ最初はゆっくりと右のパンチからいくか。間違っても一発で倒れるなよ。行くぞ。ぼさっとすんな、この野郎ぶちのめせ。
お聞いてたより楽しい仕事じゃねえか。お楽しみだったようですね、皆さん。では、そろそろ持ち場に戻っていただけますか。幸い、トレーラーの到着が少し遅れているようです。皆さんのお戯れには目をつむっておきますよ。あなたもテクニカルな格闘が板についてきましたね。どうです、合理的に敵を無力化するのは。ストリートファイトよりスマートでしょ。寺ごもりの暇つぶしに覚えただけだ。今の喧嘩もただの暇つぶし。この先の俺の人生もな。喧嘩を生きがいにしてた人の気持ちは分かりかねますね。だったら余計な口挟まねえことだ。以後気をつけましょう。上流。ん？ええ。はい。ところでいいのか、俺の素性はもうみんなにバレたみてえだぜ。問題ありません。外部に漏れさえしなければ。あんたは時々大道寺って組織を過信しているように見える。組織に完璧なんて求めてもいませんが、それでも東城会よりはマシでしょう。ん？2年前に神室町の浄化作戦で一掃されましたね。都知事は産経作戦と銘打って、あの時は東城会の会長や幹部たちが真っ先に失踪。今では代わりに関西の近江連合が神室町を乗っ取っています。その引き金を引いたのは東城会の一幹部に過ぎなかった荒川真澄。たった一人の裏切り者によって崩れた東城会は本当に脆弱な組織でした。我々もせいぜい学ばせていただきましょう。一応言うと銃返ってくんな、あんた。ではこれ以上悪く言うのはやめておきます。あなたが組員として人生の大半を捧げた組織ですしね。俺だけじゃねえさ。俺にとって大事な人たちはみんな東城会と切り離せない人生を送ってた。それが煙みてえに消えたなんて、どう言われても実感が湧かねえ。これを言って慰めになるか分かりませんが、うん、ヤクザが大っぴらに生きていける時代はもう終わりました。あなたがいたところで東城会は消える運命だったと思います。
今関西から押し寄せている近江連合にしてもいずれは同じ末路でしょう。時間の問題です。あんたの言う通りだった。何がです？確かに何の慰めにもならなかった。それは残念です。トレーラーが入ってきた。予定より10分遅れだ。了解しました。周囲に異常は？トレーラーを先導するバンが一緒に向かってきてる。問題ないか？トレーラー以外にも車が？ああ、黒いバンだ。トレーラーはその後ろについて走っている。では2台ともすぐに止めてください。トレーラー以外の入場は計画にありません。止まれ、止まれ、こっちだ。予定と違う客か。おい、こいつら何だ？コンテナにブツはなし。取引は中止。繰り返す。取引中止。現場にいる者は即時撤収。上等だ。こいつが花輪ですわ。おい、天かせ、行くぜ。さらうのが本当の狙いだったのか。金塊運びはそのための茶番。何者だ？お前まさか。
考えるのは後だ。立てるか。奴ら、私をさらおうと。でもなんで。花は。ええ。自分の身は自分で守ります。できるだけ。ああ。よく言った。時間切れ。大丈夫か、花は。生きてるな。ええ、なんとか。怪我は？それより、我々も早くここを脱出しないと。すぐに警察や消防が来ます。我々は彼らに見られるわけにはいきません。そこまで頭が回ってりゃ大丈夫だ。花輪さん、賊は全員逃げていきました。こちらの怪我人は多数、3人が死亡です。何？そうですか。急げ、もうそこまで消防が来てる。不当で死んだエージェントの一人、あなたに喧嘩を売ってきたものでしたよ。因果応報ということでしょうか。死んだ3人は金属バットで派手に頭蓋骨が陥没していたそうです。最初から相手が死んでも構わないという殴り方だ。死体はどうした？始末しておきましたよ。この先も表に出ることはありません。こういう時のために死んでも騒がれない人間が使われているんです。あなたと同じようにね。そうか。お前まさか。キリュウ、どうしました？いや、何でもねえ。花は、昨夜の目出し帽たちが誰か当てはついたのか？疑わしいのは、今回の密輸を持ちかけてきた依頼主ということになります。例の某独裁国家の革命家ですね。なぜなら彼と CIA 以外、事前にあのトレーラーへ兵隊を潜り込ませることはできません。そして敵がもし CIA だったなら、私なんかをさらうのにあんな手間をかける必要はない。革命家。ところが
改めてその革命家に問い合わせたところ全面的に否定されました。金塊密輸の話自体が寝耳に水、 CIA に物を頼んだ覚えもないと。どういうことなんだ。我々の仮説としては、全く正体不明の何者かミスター X が革命家になりすまし、 CIA に茶番の密輸話を持ちかけて我々を引きずり出した。その目的はなんと、この私をさらうこと。あんたを何のために。それがさっぱり。私は組織のしがない末端で、大掛かりにさらうような価値はありません。ミスター X に話を聞かなければ、昨夜起きたことが何だったか分からずじまいでしょう。今大道寺一派の総力を挙げて探しています。これまでのところ手がかりはゼロですが。しがない末端のために大道寺が総力を挙げると思えねえが。痛いところをついてきますね。確かにそうです。ですから私としては、他の線からも独自に調べを進めようと思った次第です。それで今日はこちらへ伺いました。桐生さんはお気づきだったか、目出し帽のうち何人かは和彫りの入れ墨を入れていたんです。特に死んだエージェントを襲った般若の男にはこれ見よがしなのだね。俺は見てねえな。そいつとは勝ち合わなかったようだ。入れ墨は見事なものだったそうで、それなりの組に入っている極道ということでしょう。つまり横浜には古くから青龍会という組があります。彼らが昨夜の襲撃に加わっていたのかも。少し様子を伺ってきてもらえませんか。もちろん事務所の外からで結構です。いや、入れ墨の奴がいたからって地元の極道とは限らねえ。ミスター X につながる線としちゃだいぶ薄い。ええ、もっと有力な線は他のエージェントたちに追わせてます。ですが極道を調べるならあなたが適任ですよね。私は真実を早くつかむためにできるだけ多くの線を追いたいんです。なるほどな、分かった。いいんですか。その代わり俺もミスター X の正体に興味がある。何か情報が来たらこっちにも教えてくれ。珍しくやる気ですね。もしかしてまた私が襲われないかと心配を。だとしたら感激です。まあそうかもな。どうも違ったようですね。ともあれ気をつけてください。青龍会にもあなたの顔を知る極道がいるかもしれません。とりあえずは事務所に異常がないか遠巻きに見るだけで結構ですよ。